暇ね。うん、暇ですな。そういや、ハヤトは買い出しに行くって言ってたけど。あ、シオンは？ん？あいつ昨日客と司の酒飲み干してさ、二日酔いで俺のベッドで爆睡してるよ。昨日から？そう、昨日から。シオンじゃなかったら嘘ってやってたんだけどな。で、刑事はどこで寝たの？ハヤトのベッド。いらっしゃい。いや、おう。おっさん飲むにはいいのか？年中無休じゃないからね。ご注文は？じゃあ、とりあえず生を。ウーロン茶、アイスで。ああ、もう体は平気か？私はもともとそんな。何します？そうだぞ、心配すんなら俺の心配しろ。元気そうだな、ハヤト。で、今日はどういったご用件で？まさかこれからこの店の常連になるなんてことはねえよな。仕事で少し遠くに行くことになったから。まあ挨拶兼ねがね。一回は飲んでみようと思っただけだよ。で、おめえ金は持ってんだろうな。ただなのは俺の笑顔ぐらいだぜ。それはいらねえ。ちょっと寒すぎるんだけど。体脂肪率低いんだから。答える。長引きそうだし。外で待ってろって言っただろ。俺たちが外で待ってたらすぐ出てきちゃうでしょ。テリアさん、おいおい、タケちゃん、今日は楽しく行こうぜ。どうせこいつらのおごりなんだし。アカネ、外に貸し切りのプレートかけとけよ。貸し切り？こいつらと飲もうなんて物好きはいないよ。
いいんですか店に入らなくて。完全にタイミングを逸したシャイな隼人さんっぽいですね。それに今日の寮は茜に会いに来てんだよ。俺が入ってったらあいつ帰っちゃうよ。昔から似た者同士なんですね。おい刑事。あ？誰がタケちゃんだ。遅っ。親しみやすいネーミングだと思うよ。私もそう思う。あのなあ。タケちゃん。マン。シオンも。シオンも笑ってるか。うるさいくらい。もうちょっと話したかったけどな。たけちゃん。刑事。また。隼人さんにもよろしく。またな。またな。何？招待状。